はいどうもこんにちはこんばんはりょんです。そしてみなさんこんにちはこんばんはかまぼこです。はいということで今日はね、今後の対戦動画の、方針についてのお知らせと、新企画のご提案ということでちょっとお話しさせていただこうかなと思います。はい、はい、でまず一つ目、今後の対戦動画の、お知らせなんですけれども、今後、対戦動画をメインの対戦動画と、あと無編集の、サブって言っていいのかな、の対戦動画の2つに分けて行おうと思います、はい、で、この2つの対戦動画、どう違うのかというとこちら、メインの方は、今まで通りがっつりと編集して、例えばカード画像の挿入だったりとか、テロップ入ったりとか、撮影中もどんどん解説入れていったりとか、っていう形の対戦動画で、こちらはどちらかというと、新しいデッキだったりとか、今までのものとレシピが変わったデッキだったりとかをまずこちらで、メインの動画で使って、皆様にね分かりやすく解説入れながらカード画像も挿入しながら対戦していくような動画を出していこうと思います。でこちらのサブというか、無編集の動画の方なんですけれども、こちらのメインの対戦動画で、すぐに負けてしまってあんま活躍しなかったデッキだとか、こちらで使ったけど僕らがあんまりまだ満足してないな、すぐまた使いたいなっていうような、デッキだったりとか、そういったものを、無編集で、ほぼ無編集かな、あまりにも長い長考だとか、そういったものはカットするかもしれないですけど、基本的には無編集で、どちらかというと本当にフリー対戦に近いような形で、雑談なんかも挟みながら、楽しく対戦するような動画を、サブとして上げていこうと思うんですね、で、ここ対戦動画なんですけれども試してみて次第なんですけれども、できたら、メインの動画1本サブ1本みたいな感じで1日2本上げれるようになれば、いいかなとは思うんですけれども、そればっかりはちょっとね今のところはまだ可能かどうかっていうのが時間的にどうなのかっていうのがわからないので、もしかしたら、メインサブ両方上げる日、どちらか一方だけ上げる日、で、こちら2本上げる日とか、いろいろパターンはできてくると思うんですけれども、できればね、なるべく多くの動画を皆様にお届けしたいということで、僕らとしてもね、実際メインの動画だけだと、まだこれ使いたいのになっていうのデッキでも、この間使ったばっかりだからなとかって言って後回しにして、結局あまり使わずに終わるようなデッキも今まで多かったりしたので、本当にメインの動画の、サブというか、そういう要素の強いような対戦動画を、今後、もう一本の柱として作っていこうと思います。こちらは空気感もちょっとね違う感じにできればなと、どちらかというともうちょっと緩いような感じで、撮っていけたらなと思っておりますので、よければね今後2つの動画楽しんでいただければと思います、で次に新企画のご提案なんですが、この間の生放送でね、視聴者の方からご提案いただいたものになるんですが、どういうものかというと、視聴者の皆様にご提供いただいたレシピを使って、対戦動画を撮るといったようなものなんですね、というのもどうやら見てくださっている皆様の中に、自分の使ってるデッキを、紹介してほしいっていうような方が、使ってほしいっていうような方が、思いのほか、多くいらっしゃるようで、前々から実はちょくちょくと同じような、ご提案いただいてたんですけれども、今回ね、プロ棋士使用したりとかしてちょっと時間に余裕ができ始めたので、そういった意味で、新企画として、一つやってみるのも面白いなっていうふうに僕らが思ったので、ここでお話しさせていただいてるんですが、ただいくつかね、問題点というか、ここどうすんのっていうところもあるんですよね。まず一つは、実は、レシピを紹介して使ってほしいっていう人が実はそんなにいないだとか、そうなるとちょっと企画としてはね、企画倒れになってしまうので、ちょっとどうかなっていうのを思うところもあるんですけれども、あとは、例えば紹介してもらったレシピは、全部紹介できるわけじゃないよっていうものだったりとか、ある程度ね面白いって思うものじゃないと、僕らが、僕らがある程度面白いって思うものじゃないとちょっと難しいかなと思います、で、もう一つは、どうやってレシピもらうのかとか、そういったところの、方法論ですね、その辺はちょっと僕らが今後考えなければいけないなとは思ってるんですが、その辺の問題だとか、いろいろ思うところはありますので、よければコメント欄でね、その企画面白そうとか思ったら、コメントいただけると嬉しいです。あとは僕も参加したいよとか、
私も参加したいよっていうのがあればコメントしていただけると、はい、うん、まあ、今後企画実現に向けて、うん、まあ、考えていこうかなと思っておりますので、はい、まあ、今は、提案、ご提案の段階です、うん、はい、うん、そんな感じですかね、はい、はい、でなんですが最後に、うん、最初に言ったメインとサブに対戦動画を分けますよって言ったことについて、はい、一つなんですが、うん、まあ、お試しとしてね、今日2本目の動画として、うん、こっちのサブの方の動画を一回上げてみようと思います、はい、はい、ということでそれでお試ししてみて、まあ、編集にどれぐらい時間がかかるのかなとか、はい、そういったことを試しながら、まあ、今後の糧にしていけたらなと思いますので、はい、まあ、対戦動画何かしら上げますので、うん、はい、そちらも楽しんでいただければなと思います、はい、ちょっと何時間後になるかとかは分からないんですが、うん、はい、よければそちらもご覧になってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で、はい、はい、さよなら、バイバイ。